スコット・コーカーはアメリカ合衆国の総合格闘技プロモーター。ベラトル MMA 社長。ストリックホースの創立者で元 CEO。テネシー州出身のアメリカ人で朝鮮戦争の直後に韓国へ渡った父親と韓国人の母親の間に韓国ソウルで生まれる。9歳の時に父親の母国アメリカ合衆国に帰国し、 1973年からカリフォルニア州サンのゼに定住した。アメリカ移住後に武道家で俳優のアーニー・レイスの弟子として格闘技のトレーニングに励み、テコンドーの黒帯を取得。格闘技デモンストレーションチームのザウエスト・コーストデモンストレーションチームに在籍した。1986年にはイスク発足時の役員になっている。 21歳の時に格闘技の指導をしていたジムで、クアーズに勤務する生徒から、クアーズが ESPN で放送されるキックボクシング大会のスポンサーになると聞かされ、その大会のプロモーターをやってみないかと誘われると、コーカーは、プロモーターの経験が全くなかったが引き受け、大会の宣伝、選手との契約、テレビ契約の交渉、試合会場の確保など、プロモーター活動に奔走し、 大会を開催して成功させた。1985年、キックボクシングのプロモーションとして、ストリックォースを創立。2006年3月10日、ストリックォースとして、初めての総合格闘技の大会となった、ストリックォース、シャムロック VS、グレイシーを、カリフォルニア州サンロゼの HP パビリオンで開催。その後、ショータイム及び CBS と提携して、 大会運営を行い、またイライティクスクの大会を共催するなどして、ストリックホースを UFC に次ぐ、全米第2規模の団体までに築き上げた。2011年3月、ズーファがストリックホースを買収。2014年6月18日、ビヨン・レブニーの公認として、ベラトル MMA の社長に就任したことが発表された。 就任後にレブニー在任時代に行われていたトーナメント中心の大会方針を廃止した。ありがとうございます。